潜水艦発射弾道ミサイル R-29R-29R-39R-29PM CSSNX-3 JL-2R-39 はソビエト。同国で2番目の固体燃料ロケットの SLBM で史上最大の原子力潜水艦である台風向潜水艦発射弾道ミサイル搭載。 原子力潜水艦に搭載されて運用されていた。R-39 は、ソ連、ロシアの SLBM で、米国国防総省の識別番号は、SSN-20、NATO 報告名は、スタージェンロシア工業番号は、3M65、条約番号は、RSM-52 である。R-39 は、 1973年9月から開発が始まり、プロジェクト941型に20機搭載されて1983年5月から運用されたが、予算不足から同級3隻は除籍、解体された。R-39 は、大陸間弾道ミサイル級の長射程マーブミサイルで、火塩素酸アンモニウムを使用する、固体燃料ロケットの3段式ロケットで加速、上昇する。 低ロードとして液体燃料ロケットの PBV を搭載し、PBV は10機の再突入体を搭載している。他のソ連、ロシアの SLBM と同様に R-39 の発射にあたっては、ミサイルは発射管の底部に装備されたガスジェネレーターから発生するガス圧によって発射管から飛び出す。この際にノーズコーンに設置された追加モーターからガスが発生し、 このガスがミサイルの周囲にガスの壁を作って海水との流体力学的抵抗を減らしている。この発射システムには D-19 の識物番号が与えられている。海中から飛び出したミサイルは空中でロケットエンジンに点火し目標への飛行を開始する。第1弾の制御はノズルの周りの噴射バルブで行われ、第2弾、第3弾の制御は 稼働ノズルによる水力ベクトル制御で行われる。開発作業は1971年に2位で VP 負けエフの式のもとに始まり、1973年9月には設計が公式に承認された。1979年から始まった初期の発射テストでは、海上発射台から9回、潜水艦から7回、陸上発射台から17回実施されたが、このうち、 半数以上が失敗した。この結果、第1弾、第2弾固体ロケットエンジンに問題があることが発覚した。この後のテストは回収された941型潜水艦 t k 2 8乗で13回の発射テストが行われて11回が成功し、1983年5月には実戦配備についた。1989年末までに、 20機の R-39 ミサイルを搭載した941型が全部で6隻、収益し、合計1200発の核弾頭が120機のミサイルに搭載されて配備された。R-39 は従来の SLBM に比べて何倍も巨大で、それを搭載する SSBN も必然的に巨大となった。巨大な弾道ミサイルである R-39 は、 1> 第1弾ロケットはウクライナで製造され、第2、第3弾ロケットと弾頭部はロシアで生産された。ソ連邦解体後、ウクライナでの第1弾ロケット製造は不可能になり、R-39 の生産は途絶えた。R-39 ミサイルの対応年数は15年程度のため、1990年代以降、ほとんどのミサイルの寿命が尽きると予想された。 1990年代を通じ、対応年数の尽きた R-39 ミサイルは徐々に退役していった。1995年8月25日、941型原戦体系 -20 は、北極海から R-39 ミサイルの発射に成功した。1998年、 最初で最後の941型原戦からの R-39 ミサイル20機の一斉発射が実施された。発射は成功に終わり、R-39 の信頼性の高さが改めて確認された。同年末までに R-39 は60機しか残らなかった。2004年最後まで残っていた10機の R-39 ミサイルが廃棄され、ロシア海軍から R-39 は完全に退役した。941型の R-39 を置き換え、新型の SSBN である955型ボレー、給湯採用として開発が進められた R-39 は特区バルク、RSM-52V、SSN-28 は予算不足のため満足な試験を行うことができず、1994年、 1997年、1998年に実施された発射テストはすべて失敗に終わり、1998年、バルクに関する作業は中止された。R-39 は、ロシアで固体燃料を採用した SLBM としては2番目で、あるが、その巨大左右への運用コストの高さから、やや遅れて、 従来の液体燃料ロケットを採用した R-29RM が開発され、667バイト DRM 型に搭載されて運用されている。しかしながら、ロシアン側も固体燃料の利点は認めており、新 SSBN である955型には固体燃料の 3M14 ブラバーが予定されている。3M14 は ICBMRT- 2 PM2 トーポリ M の関西バージョンであり、元を正せば、RT-2PM2 は、RT-2PM トーポリの発展型で、RSD-10 ピオネールと近縁であり、RSD-10 は、RT-21 を元に開発されたと言われているので、従来検念されているほどロシアが、固体燃料ロケットに冷淡であったわけではない。ありがとうございます。